が好きだぞ。すごい過ごしやすい1年間を過ごすことができました。そして、怪我
たばかりし、練習でもスタジアムで回った時には温かい言葉をかけていただいて、まあ、僕自身勇気づけられたし、まあ、これからもサッカーを頑張っていこうと思いました。なので、まあ、ここではちょっと結果出すことはできなかったんですけど、まあ、これからも、まあ、アスルクラロ沼津をスラッと練習して、これからも活躍していくので、これからも応援してください。よろしくお願いします。Yeah.